はい、今日はですね、令和6年9月13日金曜日ね、14時32分回ったところでございます。13日の金曜日なんやな、今日まあ、キリスト教でも何でもないんで、何でもいいんですけど、うん、いやーもうビビってチビって帰ってきたわ。危なかった。今日朝一ね、1000円でペーパーって、1000円でしかもビッグヒーターのよ。1000円でビッグヒーターに、まあ案の定というか、まあいつもの通りというかね、全の前にして、これは今日一日やばいぞと思って、もういろいろ打ったけどダメで、ゴスローでペカペカしたけどダメで、全然もう持ちメダルが続かんのよ。箱なんか全然いけへん。もうやっべえなぁ。1000円だけ、北斗も打ってもらったけど、もう4チェしか、角チェしかいけへんね。もうあかんだこれ思って、パッと見たらね、ミスタージャグラーが3台しかないのよ、近所のクソ店ね。3台のうち、399が空いてて、400、401が、400が106分の1で、401が90何分の1。これが100何分の1。俺、全6やないか。3台しかないミスタージャグラーが全6で、しかもここ捨てられてんのよね。まあ、300ちょっとハマってたから、わからんでもないけど、10連してたし。もう嫌と思って打ってみたらね、総投資1万2000円目でね、2000円に突っ込んだかな、そこ1000円かな、2000円かな。ペカって、あ、1000円か。で、レギュラー引いて、わー、とりあえずはレギュラー引いたわーと思ったらね、ジャブ連してビッグ引いて、おっ !3 連 !4 連 !5 連ちょっと待って、イーブンまで戻った。1万2000円返ってきた。7連 !8 連 !8 連してね。あと2連したら10連やって、まあでも1回10連しとったからね、その台ね。合成80何分の1で2000枚の壁を突き抜けて落ちてきたから、もういいやと思って。なんかして1万4000本あったんでね。もういいやと。一応台はキープしてあって、もう1回打てる体勢にしてたけど、もういい、もうお腹いっぱいですよ。ごちそうさまでした。158ゲームやめでね、総投資1万2000円、回収1万4000円、プラス2000円でございます。危ない、5勝8敗。危ない。もう負けへんので必死やな、ほんま。あんなアイムとかマイジャグとかゴージャグ持ったけど入ってないぞ、全然。ゴージャグも、ビッグレギュラーだけで見たら設定6やけど、ブドウが天文学的数字で悪くて、7点なんぼ、7点、8、8点なんぼに近い7点8なんぼみたいな。判別したら設定1になるのよ。ブドウを外すと設定6になるけど、ブドウを入れると設定1になるぐらいブドウが悪くて、まあ見事にこういう持ちも悪くて、まあ、100までは回したけど、あれやめて正解やったらガールズも打ってあかんくて、そのゴージャグ打ってあかんくて、ああもうあかんと思って、たまたま行ったそのミスターでね、8連したおかげで、なんとか負けをね、投資分はまくって帰ってきたけど、あれ今日閉店、今日休みやったら閉店コースやわ、あれは。あれは一日売っていいわ。あんなハマれへんだ、あんなお宝で設定の小06や。全6や。今日3台しかないミスタージャグラー全6ですよ、あそこ。ね。はい、あ。まあ、命拾いしました。はあ、いうことでね。いつもご視聴ありがとうございます。ね。はあ、やっとかちょっとこのおっさんと思った方もね、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。チャンネル登録がね、もう2020人ぐらいになるんで、もう西暦に追いつきます。2024にもう明日、明後日ぐらいには追い越せるかな。ね、いうことでね。もう1000人超えて、2000人超えたらもうペペペペってほとっても上がっていくからね。あとはもう動画の本数さえ出しとけね。どうせ君たち中身見てないでしょどうせ中身なんか見ないんだからね。たまにショート動画上げといて、ね、たまにペカってる動画上げといて、で、ちょっとつなぎ合わせた動画をね、上げといて、ね、なんじゃこれと思って最後の喋り見て、あ、こんな喋っとったやな、こいつ、みたいな。ここまで見てるやつが、実際何におるかっていう話。まあ、ここを見てもどうってことないねんけど。ということでね。ジャグラーさえ打っとけば、なんとかなるんでね。ありがとうございました。収益がね、ちょっと今月戻ってきつつあるので、またね、このペースに戻ってきつつあるので、ね。いや、このペースじゃあかんない。これの10倍。だから、今の、
今の40倍ぐらいあると嬉しいな。まあ40倍とまだいかんでも、そうやな、まあ15倍ぐらいやったらいいかん。だから今見てくれている君たちがね、1本じゃなくてね、他の、あの1万本あるんだからね、動画を10本見てくれるとね、まあミュートでもいいんだからね、再生だけしといてくれたらいいんですからね。ああ、ならね、チャリンチャリン。あんまチャリンチャリン言うたらまず再生数を中にあんま言わないようにしておきます。ということでね、ちょっともう、お腹すいたんで何か食います。ありがとうございました。いやー、ジャグラー本当にやばい。